ヘイ。驚いてる。気分ですかね。まあ、呪術廻戦毎週楽しみにしてたので。おー。はい、今年から登場曲を大人気アニメ呪術廻戦に変えた大谷選手。確かにちょっと気になるけど。まさかその経緯を聞かれるとは思わず。登場曲変えてると思うんですけども、その経緯、教えていただけたらどうですか。経緯。驚き指数は71。でも大谷選手が本当に驚いたのはこの後。経緯、教えていただきたいんですけども。経緯。気分ですかね。まあ、呪術廻戦毎週楽しみにしてたので、はい、見てましたね、はい、どういうところが好きとかあれば教えてすいません、どういうところ、面白いななぜか呪術廻戦トークを深掘りする記者さん、どこが好きかと聞かれた瞬間どういうところが好きとか。まさかの90オーバー。ちなみにこの後も呪術トークは終わらず。呪術廻戦の作者の方とは、まあ、同じ岩手だと思うんですけど、そうそう、岩手ね、お知り合いだったりするんですか。全然知らないです。